やるとこまでやって、まあ、月に1回か2回やってるって感じですよね。いや、もうしない日はないですね。そのもう決めてなくて動けんだったらもうギリギリまで動くって感じですか。ああ、まあそうですね。でもまあなんだかんだできるっちゃできるんで、でも前までできなかったですけど今体力ついてるんで、まあ気合い入れればなんとかできるって感じですね。マヒトがちょうど1月、去年の1月からうちで選手をやり始めて、当初の目標、ブレイズのクロスフィット競技が強くなることだけ考えてやってるのを見てきて、この1年通してみてます、どうだったの？まあ、総合的な評価でいうと、まあ、1年もさ、自分一人で結構やってきたんで、どうやったら強くなれるかっていうのを模索しながらやってきたんで、まあ、今になって分かるのは、やっぱり最初はあんまり頑張るっていう気持ちはあったんですけど、まあ、心の奥底から頑張れてなかったかなっていうのはありますね。もちろん毎日まあ死ぬ気でやるっていう気持ちはあったんですけど、まあでもなんかこうふと今思うともっと追い込めたなっていうのはあるんで、だからまあその心境ってどこから変わってきたの？その俺はもうちょっとこうもう一歩前行けたのか。ああ、12月ぐらいですね。なんかそこから急になんかなんだろうな、本当に追い込むっていうのが大体分かってきて、大体前までなんかきつかったら3日やって1日オフ、2日やって1日オフとか、なんかそういうサイクルでやってますけど、結局それって追い込めないなっていうのについて、で、まあ、12月、まあ、11月、まあ、ちょっとあんま覚えてないですけど、なんか丸々じゃあ2週間ぶっ続けて動いてみようっていう、まあ、ほんまにきつい時でも足つっても、まあ、なんか本当に夜寝れなくても、まあ、次の日はやるって決めてやってからがやっぱり、あ、これが追い込むってことかっていうのは分かったんで、まあ、そっから自分のやり方もだいぶ変わりましたね。気持ちの入り方とか、あとワークアウトに対する姿勢とか、まあ、一個一個前まで8割、9割とかなんかそういう変な気持ちいたんですけど、オールアウトするまでやれば、まあ、大体いいトレーニングできるなって。なるほど。もうへへへって笑いながら絶対できないですし、やる5分前ぐらいにはもう全部気持ち無にして、でなんだろう、自分の世界入らないとできないですね。なんか特にやっぱきつい20分とか30分とかかかるやつとか、一瞬でもやっぱ気持ち折れるともう、いいトレーニングできないんで、絶対30分集中するって決めたらもう、なんだろう、全部出し切る気でいきますね。その日全てかけるぐらいはやります。何してても楽しくないっていうのは。ああ、そうですね。今は別にクロスフィットトレーニング以外は問題です。なんかそれの刺激が強すぎるんで、なんだろう、家帰っても何もできないですし、なんか前まで好きだったものがもう嫌いになってったりとか、あとはなんだろう、人と会話してても全然面白くない。テレビもつけずに何もない空間で静かな、なんだろう、場所にいるのが今一番心地いいです。トレーニングのモチベーションは今はどういう感じで、もう楽しいって気持ちはまだ多少は残ってる？でも分からないですね。なんかでも
この生活やめたいかって言われてもやめたくないですし、多分あと何年続くかも分かんないですよ。もう一年までやりたい。なんかそこまでも深く考えてないですよ。もう、まあ、作業ですね。もう朝起きたらトレーニング行こうで、まあ、疲れたら寝よう。まあ、今はそれだけです。マット・フレイザーがさ、はい、その地下でずっとさ一人でトレーニングしてたんですね、はい、あれってどういう心境からだろう。今はちょっと分かんない。まあそうですね、まあ、人トレーニングしてる時も人とやりたくないし、自分の世界入りたいし、で、外なんかごちゃごちゃした音とかも嫌いですし、なんかだからそういうのがあるんで、だから地下作って一人でやるっていうのは、まあ、最良の手段だと思います。まあ、それでこうモチベーション保つのはすごいとかなんかあるんですけど、逆に僕そうじゃないとモチベーション保てない、一人じゃないとか無理って気がします。まあ、仲良しごっこでちょっとできるメンタルではないという今の状況ですね。そうですね。まあ、でも強くなるためにはでも一人じゃ無理なんで、そこは絶対なんか勘違いしたくはないと思います。今ね、土曜日は友達がいるヤスさんにしたんですけど、まあ、どれが半年は行ってるのか、毎週もうそうですね、半年ぐらいはずっと坂山さんとヤスさんにお世話になって、そうですね、はい、そういうのをあの2人からさ、はい、こう学んだことってどう？もう、まあ、クロスフィットのこともそうですし、やっぱ坂山さん、ヤスさんは最初こう、まあ、正直怖いイメージだったんで、あ、この人怖いなと思ってたんですけど、でもやっていくうちにやっぱあの人らのなんだろうな気持ちっていうのがやっぱ分かってきた気がするんで、なんだろう、本当に修羅場というか自分を追い込んだ人ってのなんだろうな、そういうのは分かった気がするんで、だからこそ今昔よりもなんだろう、やっぱ尊敬はしてますね。そこはかなりなんだろう、あの人たちも多分この心境になる、まあそうですね、心境には多分至ってるんだろうなって思うんで、だからこそこう、まあ、まだまだしていた中に学びたいなっていうのがあります。そのまあね、なかなかそのレベルでクロスフィットを追い込んでるアスリートってもう限られてる。その孤独とかない？そのなかなか価値観を分かり合える人間がいないっていう。いや、まあ、なんか僕自身もともとなんかそういう人に興味ないって言ったらですね、失礼な話ですけど、別に理解されたいとも思わないですし、僕がやってることも別になんかすごいね、頑張ってるねとか言われたくもないですし、僕は言われたくないというか、別に何も思わないんで、逆に誰かと一緒になんか群れてやるともう無理な気がします。なるほど。だからそこまで別に人に価値観を共有したいとは思ってない。そうですね、別に僕のやってることは多分別にそんなすごいとは思わない、まあ、家庭は頑張ってると思うんですけど、結果は別にそんな全然ないんで、まあ、多頑張ってることが俺にとってはもうすごい嬉しいことだし、
ブラックシップスすごい力を与えてくれてるからあれなんだけど、マヒトとしてはやっぱ結果にな、そうですね、なんかこだわって僕は結果が全てっていう考えでいるんで、うん、具体的にその今今年これからシーズン始まるんだけど、そこでのまあ結果目標っていうか、それはちょっと違う。あ、まあ行けつく、行けるところまで行くですね。正直まだ僕本気で戦ったことないんで、オープンは過去のデータを見ても分かんないですし、で自分が今どれぐらいの位置にいるかっていうのは正直見当ついてないですよね。なんかだから分からないで、まあ自分どんな結果であれ多分納得はすると思うんですよね。別にクォーターファイナルで落ちようがセミファイナル行こうが、まあ分かってないで、それが分かって来年また戦うってなった時にまた目標できるんで、まあ、それはどういう戦いになるかなと思います。まあもうはっきり分からないですね。クロスフィットどんなワークが出てるか分かんないですし、で僕が今どれぐらい一回も、まあ、もう去年戦ってないんで、そういう意味では今年が試金石であり、まあ今後の目標はここから決まっていくって感じだよ。まあなんかやっぱ内容変わったんで、アジアでくくるとかあったんで、多分去年の従来のままやったら日本一になったら満足してたんだろうなっていうのはあるんで、でももう日本一っていうのがもうなんかそういうのはまあ、まあ、出ないんで、もうアジアで戦ってるんで、じゃあアジアでどれぐらいにいるかっていうのは全くわからない。だからなんだろう、考え方はもう全然変わりましたね。もう全然ほら、まあ、日本一っていうのは大切だと思うんですけど、でもそれよりアジアで何位までいけるのか、それが一番今もう世界で戦いたいってこと。そうですね、まあもうそういう舞台になったんで、別に、まあ、世界で戦うし、アジアで戦うしかないかな。もちろんゲーム層を本気で狙っていくってことだよね。そうですね、まあ、もちろん、まあでもそんな甘くないっていうのは分かるんで、多分今年はいけないっていうのはもうはっきり分かってるんで、僕はアジアで勝ったところでじゃあゲームス行ってもっていう感じになるんで、まあ、まだまだやることは多いです。たかが1年程度のトレーニングで僕はいけるとは思わないんで。マキトはゲームスに出ることが目標じゃなくて勝ちたいってことだよね。そうですね、だから別に7で出てもいい、まあ、出るは出たで経験になるんでいいですけど、でも出るは出てなんかまあ惨めな思いするのもいいですけど、それやったらまた1年準備して次に備えたいっていうのがあります。あー、いい。 Yo, let's do this.Welcome back to Dolores, you don't know just how I'm doing. The silence golden promos, they know him, but talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But it's on your ego, bumping to my music, I'm eschewing. I just doing good today, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that past, I'm gonna ask permission if I can kick it. Checking a repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Let's get it, how I'm living. Shout out to the ones who made them think that I wanted a ransom. With M's gold dog, when I'm in the building. And it's kind of ironic, who would've thought that I'd be the hottest of them?まあ、これから変わっていくかもしれないけど、現時点で今最終目標というか、なんか具体的に何位になるとか、うん、具体的にどこまでいくっていうのはもう正直考えてないですね、うん、自分の可能性としてどこまでいけるかっていうのを。そうですね、あと燃え尽きたいって気持ちもあるの、全てぶつけて。いやー難しいですね。なんかどこまでいったらマキトはその満足できる。いや多分満足することはないんで絶対に、うん、で嫌になることもないですし、生活が。じゃあ戦い続けるっていう感じですね。多分それが全ての気がします。まあ戦ってで行くとこまで行くって感じです。でその先に何か見えるかっていうのを、まあそうですね、20代はそういう生き方しようと思って30代になったら別に道探します。まあでもあんま先のことは考えないです。ああ、ただ理念としてこの20代は自分のために。そうですね、30代以降はまあ多少人の役にも立ちたいと。そうですね。まああとで最後に、じゃあ今ね1年間ブラックシップスでこうメンバーの皆さんと、まあ、毎日クラスやってきて、まあ多くこれからみんな3週間とかが始まって、まあ実際にね近くでマキと応援してもらおうと思ってるんだけど、この1年間やってきたことと、あとまあちょっとメンバーさんへメッセージ、まあ簡潔でいいんで最後にお願いします。結構僕メンバーさんから正直勇気もらってるんで、まあ、オープンでどういう僕を見てもらいたいかっていうのは、もう結果出す僕
使ってるかなっていう感じですね。タイム、レップがその日はそれが全てなんで、その記録を見て、あそこになってもらえたらいいと思います。